中社クリエイティブ株式会社ガス部隅田博之部長より高精度三次元モデルと次世代管路設計のご紹介を発表していただきます隅田部長お願いいたしますあの中社クリエイティブ株式会社エネルギーネットワーク事業ガス部隅田でございますよろしくお願いいたしますまず少しだけですね最初にあのガス部についてと話をさせていただきます 私たちガス部はですね都市ガスに関わるあらゆる設計業務を行っています近年エネルギーを取り巻く環境が大きく変化している中で私たちの持っている保有技術とあとは最新のデジタル技術を活用によりお客様のニーズにお応えしていくことが私たちの役割だと思っております今回はその中でも特にニーズの高まってきている3次元モデルと えー、管路設計について実際に私たちが現場で使っている新しい技術であるこの2つの商品をご紹介させていただきます、はいえー、今回は、えー、測量設計事業に関わる全ての技術者の皆様必見ということで高再生3次元モデルと次世代管路設計のご紹介をさせていただきます それでは早速ですが1つ目の高精細3次元モデルから紹介させていただきますまずは3次元モデルはどういったものかといいますと建築や土木現場での道路や構造物の状態を360度全方向から閲覧可能な座標を持った点の集合体で表現したものになります とは言っても、ですねそもそも3次元モデルを見たこともないとおっしゃられる方、多いと思いますので、実際の3次元モデルを見ていただきます。これは河川と橋、道路を3次元化したものになります。点の集合体で形成されておりまして、XYZ の座標を持っているので、2点を指定してやれば、その間の距離がわかるといったものになります。 え見ていただいてお分かりの通り現場で見えているものならばすべ、えー、て、えー、再現できてしまいます、えー、道路形状だけでなくてですね、えー、こういった、えー、と経年劣化、えー、護岸の経年劣化の確認であったりとか配管のこういうあの構造物の点検またですね、えー、と道路工事における、えー、舗装の復旧 こういったものも一目で現場わかりますので現場に改めていく必要がありませんオンラインで接種様との打ち合わせができたりあとは点検の結果を共有したりすることができます近年依頼が多くなってきておりニーズも高まってまいりますそれではです、ね、本題の高精細3次元モデルの話に戻ってまいります 現在、現況道路やです、ね、土木構造物の3次元モデル化に興味がある方たくさんお見になられると思いますしかしです、ね、実際には公共測量のような3次元測量では大掛かりで高額なレーザー機器を使用するため興味があるけど手が出せないといった悩みであったりドローン測量を行う際も厳しい条例や 高額な費用ががかかるるとといいった悩みがあると思いますもっと気軽に確認できる程度でいいんだけどなといった思いがありながらも3次元モデル化の利用を避けてきた方が大半だと思います当社の悩みもです、ね、実はそこにありましたそこで今回は3次元モデルの利用を検討されている方々にとってですねとても有益な商品をご紹介したいと思います 当社の高精細3次元モデルでこれまでの悩みを解決しますその4つのポイントを説明してまいりますポイント1安価で高精細スマートフォンなどの安価なカメラで撮影して GNSS やトータルステーションで座標の位置をですね取得することで精度を担保します費用がその分お安くできますまた 天群データですので写真と同様に高精細で細かい部分まで見ることができますポイント2です、レーザー機器は不要です。何を隠そうですね、当社ではレーザー測量機器は一切使用しておりません先ほど見ていただいた動画もです、ね、実は使っておりません。 スマホなどの動画撮影をしてですね現場の3次元モデルを行っておりますまた3次元モデルの補正基準点として数点をですね GNSS やトータルステーションで座標を取得をしてくることで精度を担保しておりますポイント3です現地作業は1人で可能ですレーザー測量ではですね2人,の2人作業が基本です 現地,レーザー現地でレーザー機器を取り扱う専門のスタッフとあと従来のです、ね、トータルステーションの測量を行うスタッフが必要となってきます一方今回の私どものこの調査方法ではですね1人でスマホで動画撮影を行いその後に GNSS で座標取得を数点行えば現地作業は完了します測量資格を持った専門スタッフでなくても十分に 一人で作業できることから現地作業の工数を半分に軽減することができております。ポイント4です。GNSS 機器に関しては当社からの機材の貸し出しが可能です。お客様から動画と座標データを送っていただいて三次元モデルの解析業務のみのご来ご依頼でも可能。 ですお客様のタイミングで、えー、に合わせて現場を行って,、えー、行っていただきまして、えー、さらに、まあ、あの安価に3次元モデルを、えー、構築することが可能となります、えー、次にです、ね、レーザー測量と今回の写真測量の比較表を、えー、見ていただきます 機材費用としてはですね写真測量の場合はレーザー測量のです、ね、10分の1程度ですあと計測精度についてもほぼほぼ問題はありませんあと取得範囲なんですけれどレーザー測量は広範囲が可能ですまた測量の対象物が遮蔽物で覆われている場合や暗所部分に関してはレーザー測量の方がですね得意と言えます 現地再現に関してはですね写真測量では天群データの上に写真のテクスチャを貼ってますので表現力が高いです天群密度に関してはですねレーザー測量の場合は機械からですねあの対象物が遠いほどレーザーの照射が広がるので点の密度がですね広がっていきますあの低くなっていくということですね。 写真の場合は一定の制度になります以上によりですねすべての項目で写真速度の方が勝っているというわけでもありませんしかし今まではお客様の使用用途や測量範囲にかかわらずレーザー測量一択で高額な費用がかかっていたと思いますしかしですね狭い範囲の 100m 100m から 200m 平米ぐらいであればですね写真測量の方が優位だということがお分かりいただけたと思います最後に価格に関しては2種類ご用意させていただきました左側の現場撮影プラス3次元モデル作成は12万円からとなりますこれはですね対象物の大きさや撮影日数あと撮影環境によって変わりますのでご相談くださいまた右側の3次元 モデル作成のみではですね現地作業はお客様で実施していただき動画データと座標データを送っていただければ画像解析だけになりますので3万円からとなりますちなみに GNSS の機器のレンタル料金は1週間でですね何回使っていただいても1万5000円の費用となっております お客様の使用用途に合わせて選択していただければ結構ですし何でもご相談くださいよろしくお願いいたします続いてですね、次世代管路設計についてご紹介させていただきます新たな手法により管路設計の悩みを解消し効率的に設計を行うことでコスト削減できるという内容になっておりますのでよろしくお願いします 管路設計とは上下水道やガスの導管などのです、ね、ライフラインの工事のための設計を指しております現場調査を行い既存の地下,埋設物地下埋設の状況を把握してです、ね、配管ルート及び埋設の深さを設計していきますいつも実施している管路設計について当社の設計者はこのような悩みを抱えておりました 例えばです、ね、図,面の図面と複数の現場写真を見比べてまず頭の中で,です、ね、現場を再現してするんですけれどこの頭の中で現場を再現するというのがかなり大変でしたまたピンポイントで詳細部分を確認したいときに手元にある写真では詳しい状況が確認することができなくて困るシチュエーションが多くありました。 想定外の設計変更の時にですね手元の資料で設計しようとしたところ情報が不足して再度現場に行くこともありました納期が迫っている状況であった場合にですね最長はあの致命的となります皆さんの中でもですね同じような悩みを抱えられている方々が多いのではないでしょうか。 これらの問題を解決するために写真測量を活用した管路設計をご紹介いたしますまず1つ目は複数の写真から頭の中で現地を再現する課題について写真測量のオルソ画像により視覚的に現場を捉えることが可能になりました全体像をです、ね、簡単に把握することができるようになっております 次に気になるところは拡大すればいつでもマンホールのこの位置ですねあのいつでも見られ,れるようになりますどこでも自由に拡大できるので写真のアングルがおかしいなんてことも考える必要もなくな,ってな,くなりました少しでも気になるところは瞬時に確認することができてですね設計を止めることがなく進めることができます さらに写真測量のオルソ画像と CAD のレイヤーにスケールを合わせて取り込んだ場合ですねこれを重ねた場合ですね図面と現場をシンクロさせることができます現場の状況を確認しながら設計できますので余計なストレスはなくなり設計に集中できることっていうものが大きなポイントになっております またどこでも自由に測れますので写真測量の範囲内であれば想定外のルート変更でも再度現場に行く必要もありません写真測量を活用した次世代設計導入のメリットですが現場を手元に再現できるため現場の状況が分かりやすく設計がしやすく品質が向上しますまたた現場の状況やや設計意図を伝えやすいため 新たな付加価値として納品後のです、ね、研修であったりとか接種様とのです、ね、打ち合わせがスムーズに進めることができるようになりますこれらのメリットを活用することで設計者の悩む時間ややり直しがなくなりますまた従来の手法と比較して設計工数も大幅に削減することができるようになります 最後にです、ね、次世代管路設計の価格の方なんですけれど設計の種類と延長に分けて、えー、こちらの通りになりますこちらはです、ね、一般部の設計費用となりますので、えー、機械推進やあとはまあ画刊等の特殊部が入るような設計に関しては別途お見積もりさせていただきます価格面でも十分ご満足いただける、えー、と思っております はい今回ご紹介させていただいたこの2つの商品について、画像をご覧になってご興味を持っていただいた方は、こちらの QR コードでお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。墨田部長ありがとうございました。